ました。いや、キャラ、キャラ。待望のジャニーズシリーズ、スマップさんからシェイクでいやー意外とさ、予想外なんじゃない？スマップってもっと目に引っ張るやん、若い人だけなのとかありますね。やっぱテンポのいいノリで言うならばシェイクなんじゃないかな。まあ、江ノ島だったらシェイク乗ってかける人多いんじゃない？シェイクそもそも俺はめちゃくちゃ強いと思ってます、個人的には。はい、まあ、ちょっとここで一個だけ発表というか、はい、報告ありまして、ちょっとラパイズで活動方針というかチャンネルを移行しようと思います。はいはいはい、移行というのも、まあ、このチャンネルはこのチャンネル活動してるんですけど、この今のチャンネルは、まあ、ナパーズ、ちょっと名前は変えるかもしれないですけど、ナパーズなんたらに変えて、はい、基本的には歌シリーズ、ワイスピシリーズ、あとは地方ストラップ、まあ、この3つでチャンネル回していこうと思います。はい、もう一個メインチャンネルみたいなものを作って、メインチャンネルの方で僕たちやりたい企画っていうのをこれからやっていけたらなと思ってます。はい、ただこのチャンネルもね、変わらずショートも本編も載せてきますので、変わらずご覧ください。僕たちのメインチャンネルの方にチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、だそうです。まあ、詳しくはね、特集にまた話しますので、はい、まあ、今日はね、シェイクをブンブク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 やっていきましょうよ。いや、今日はね、早起きなんかしなくてもいいって感じですね。撮影終わんないから早起きいきます、いきます。まあ、どんなリアクションでもイライラしない。いきます、せーの、ドン。可愛い、犬が可愛い、どうは見えないで、ね、はい、続き頑張っていきましょう。はい、やめやめやめ、やっぱ今日序盤上々ですよ、マジで。天下のスマップさんは格が違えわ、本当に。俺らの気持ち的なところもいつもより違うと思うんだよね。そうだね、の入り方がザ・陽キャみたいな感じじゃない。飛ばすデンジャラス、陽キャのさらに上の上ぐらいの見合うぐらいですね。はい、ただの陽キャじゃない。ということでね、まだ今日江ノ島、今日一日江ノ島でいいかな。そうだな。めちゃくちゃいいぜ、本当に。面白すぎる、中毒性があるぞ。あれ、すげえな、やっぱ。行きます、せーの。ダメだったね。どうなの、グラサンしてたからわかんない。めちゃくちゃいい人やん。
素晴らしいわ。ちょっと待って待って、なんだこの成功率。待っておかしい強すぎ。やばいわこれマジで。1個曲がデカすぎた。曲がデカすぎるマジで。いつもどれだけ変わんないもん。チャンネルをね、移行するということで、いろいろ考えたんですけど、やってほしいっていう企画と、チャンネルの更新っていうのが、ちょっと若干ずれてきてるのと、僕らたちがやりたいことっていうのも、チャンネルが歌シリーズとか、歌ソングとか、毎週メインなので、そこで再生を統一したいというか、このチャンネルはこのチャンネルで更新していくと。で、もう一個、本当に僕たちのやりたいことと、みんなが見たいもの、セットとか、おごってみたとか、あっちはまた違う企画、いろんな企画やってきてるのも、シリーズ化はしないので。普通のチャンネルを1個作りたいと思います。それを5月1日から運用開始します。そろそろそういうちょっと新しい方向に進んでいった方がモチベーション的にも楽しくできる。まあそうだね、うん、僕たちだから見るっていう風なファンの方に見てほしい。はい、だからとりあえずのチャンネル登録というよりはチャンネル僕たちのことをこう見たいと思ってくれる人のチャンネル登録してくれた方が嬉しいな。そうだね。まあそうだね。歌シリーズはもう歌シリーズで決まったパターンがある程度あるので、うん、それをこう回していくだけなんですけど、歌シリーズは見たい方はこのままこのチャンネルで見続けてもらって、まあよく言えばね、どっちも見てほしい、どっちも面白いから。僕たちの人はどっちも見てほしいんですけど、やっぱどうしてもショートから来てる方とかでさ、歌シリーズが好きな方も絶対いるやん。確かに。あっちのチャンネル歌シリーズはやらないから、こっちで歌シリーズやるって感じの差別化はねしていきたい。僕はね、その場その今を全力に乗せたいなんでね。はい、まあ、5月1日運用開始なので、はい、チャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。神動画だよこれは。成功ぐらいした？成功ぐらいした？もうそんぐらいしたな多分な。去年のいきなり対応ぶりぐらい、1年前の。いや素晴らしい。まあ何にせよね、全てにおいて満点でした今日は。気持ちよかったね。しかもやっぱネルネスも幅広く。うん、そうだね。ジャニーズの曲はやっぱ強いんだって。ああ、それは強いですよ。スマップも何やってる俺のジャニーズって。嵐で今スマップ、それ以外はやってないんじゃないかと。なんでなんて言ってんのか。やってないね。でもジャニーズファンにこびるためにもやろうぜ。バンドに行きたいじゃん。ジャニーズせっかく幅広い人数がいるから、まあ、最新のストーンズとか、まあ、曲はあんま分かんないけど、代表曲くらい俺らも聴けば分かると思う。じゃあそれを全部ひっくるめて聴いてください。チガグチチチチチチチグハグ。僕もないことで気づいた方がいいですよ。まあでもそれね、ジャニーズの皆さん、ジャニーズファンの方はね、チャンネル登録お願いします。よろしくね。ジャニーズファンに媚びて成長していく。これから、ジャニーズファンっていうのに媚びていくと、うまくいくってね、誰かが言ってたと思う。まあ今日は本当かなり面白かったんじゃないでしょうか。はい。ということで、今後のね、スマップとかジャニーズに期待してください。お願いいたします。はい、では今日もお願いします。せーの、アディオース。